うむ、悪くない心地だ。そうだ。それでだ。悪くない。始めよう。少年は剣を振るう。ただひたすらに呼吸をするがごとく。少年は剣を振るう。それこそが生きる良すがと言わんばかりに。少年は剣を振るう。夜が移ろいてなお届かぬ月を求めて。伊織殿はなぜ剣の道に？やはり宮本先生に憧れてのものか？紳士木工。少年は珍しく返答に窮し思案する。思い見るは父の影か、それとも幼き頃に月のような剣を見ました。理由はそれだけです。敵を探るドロテア・コイエット。蛇の尾のごとく伸ばした耳目に魔術師として感化できぬ情報がかかる。孤高の神とも言うべき火災の琴の葉に彼女は思わず聞き返す。
由衣小説が？は。由衣小説。報告によると、見目は10代の若侍。けれど、記録と照らし合わせれば、年齢が30を超えていないと辻褄が合わない。加えて、未確認ではありますが、魔術回路は人のそれではない様子。お嬢様直々に確認していただく方が間違いはないかと思いますが。そうね、儀を進めれば機会もあるでしょう。念のためお父様に連絡を。ともすれば回収が必要かもしれないわ。承知いたしました。直ちに。まさかこんな東洋の島国にホムンクルスが存在するなんて。作られた命、三陽の伝説とはいささか違うか。こたびのそれは随分とよくできているようだ。当然よ、あれは高度な錬金術が導き出すもの。と言っても、これは誰かが地脈に干渉している。膨大な魔力で無理やりに。ああ、そのようだ。何者かの企てであろう。手がかりのないキャスターあたりかしら。いえ、予断はしないでおくわ。魔術の大元を探るわよ、アサシ。この辺りも地脈の様子がおかしい。一体どんな術なのかしら。ともかく調査するわよ、アサシン。出どころがわからないよう工夫してあるわね。お前でもやすやすと王はつかめるか。私に挑戦するなんて100年早いと教えてあげるわ。どうだ。まだ情報が足りないわ。無駄に手の込んだ魔術よ、これは。逃がさない。
あなた。手を貸してやろう。頼んだわ。やるわね。この川崎は何らかの大魔術の中継地、地脈を通じて流れてきたそれを西側に広げて行使している。問題は魔術がどこから来ているかなんだけれど、東側に最も太い地脈が通っている。そこを調べれば分かりそうよ。頼んだわ。やれやれ。助かったわ。ここね、地脈の異常で魔力がおかしなことになっているわ。魔術の大元はさらに北、そして東、江戸市中の霊地のようね。そこに敵の拠点があるのでしょう。何者の仕業か見当がつけられそう。江戸の地脈に精通し、魔術の腕に優れる。ほう、誰だ。キャスターのマスター。主従ともに未だ姿を見せないのが不気味よね。裏で大魔術の準備をしていたと考えると状況とは合致するけれど。ライダーの主、由衣小説はいかに。あのホムンクルスならそうね、容易になしうるでしょう。あなたの大蛇すら奪ってみせた黒いライダーの手並みもある。由衣小説の拠点も江戸市中にあったわね。いずれにせよ魔術をたどっていけば。ん？怪異？地脈の異常に引き寄せられて。あなたの出番よ、アサシン。よかろう、役不足なくらいだとも。すげえ。そこだ。無駄よ。死ぬ。逃がさない。死ぬ。私の歩みは止まらないわ。ふざけほど群れるの。邪魔よ。私の意味は止まらないわ。口を吸い。
死ぬ。無駄よ。私の意志は止まらないわ。参るぞ。我が五体に宿りし加護、とくと見よ。化身伊吹大明神演技。もうここには用はない。さっさと江戸へと向かうわよ。甚大な魔力に揺れる地脈、何者かの策謀がうごめいている。その大元を探るべく、ドロテア・コイエットは北上する。そこに待ち受けるが、果たして。ここは神だね。由井小説の拠点があったはず。でも魔術の大元はそこではないみたい。地脈の異常が強まっているけれど、術者がいるのはもう少し先。ふん、間に合わなんだか。何？なんて魔力。しかも大規模な魔術が四方八方に走って。何かを操ろうとしておるようだ。この術式、狙いはサーバント。逃がさない。
を見ても解散か。ただ神をも恐れぬ者がいるとは思ったら行くわよ。くらわ。アサシン同士とはいえ、傀儡相手では沸き立つものもなし。そうね。とはいえ、強敵は強敵よ。何機いるかはわからないけれど、はぐれは全て操られたと思っていいでしょう。この状況で敵地深くに入り込むのは、リスクとの釣り合いが取れない。今は引くわ。セイバーランサー陣営の争いの顛末も気になるし。アサシン？どうした、ドロテア・コイエット。お前がそう決めたのならば、横須賀に戻るとしよう。ええ、そうね。行くわよ。己が願いの贄とするべく、知恵門は伊織の妹茅を略取する。ことがうまく運び、北総へ向彼のもとに予期せぬ追手が迫っていた。しかし十五機目をこうもあっさり奪えるとは、拍子抜けもいいところで。マスター、これは
いえ、由衣小説の指示は15期目の権限を確かめよのみでしたが。確かめた上で俺のものとして何も問題はあるまい。はい。小説はこのガキ15期目を英月に捧ぐニエと呼び、血眼で探し求めていて、それをやすやすと受け渡しては敵に死を送ってしまいで、ゆえにこのニエ俺が使う。こいつを英月に捧げて必ずや地獄の門を。マスター、大きな魔力の持ち主がこちらへ向かっています。拠点まで追われてはかなわん。ここで食い止めておけらんせ。承知しました。マスターは15機目を連れて先に拠点へ。逃げ去ったわ、貴様の主か。あくまで悪鬼に組みするのなら、主従愛ともに切り捨てるまで。知れ。宝具、押し切られる前に型をつけなければ。万が一もあるでしょう。
吠えたける獣には餌を、求めるものを与えましょうか。トドロキ、あなたが憎む悪鬼ライダーの居場所です。それが知りたかったのでしょう。貴様、生き残るため共柄を差し出すか。その思惑に乗じるは屈辱だが、今は甘んじて受けるしかあるまい。俺は何を置いても悪鬼を討たねばならぬ。よろしくお願いいたします。感服しました。それでは。おれ、毎度あり、ありがた、ありがた。またいつでも来とくれ。ごゆっくり。なあ、こうむかやにもかっ、またのお越しを。腹が減ったなあ。いらっしゃいま。なあ、うん、またのお越しをお待ちしてます。主様はた主あかほうでは、主様のお見事やあり、お見事。また来てよ。あれはより、こスケノシン、行くぞセイバー。
たちは勝つぞ。ツバメ返し。やつは大技を放つぞ。ノメタ、終わりだ。見えた。放つ。合図をくれヨリ。来い。出番だな。そこだ。出番だ。待っていろ。行くぞ。天地自然にあふるる力、ここに集いて刃となす。絶技発揮、怒涛。剣だったぞ。癒されるな。うい、集め。じゃあね。
助けるぞ。この程度、朝飯前というあれだ。あれは、なんだ？見ろ、ヨリ。ふむ、ふむ、ふむ。ずいぶんと、興味深げに眺めているな。おっと、待たせたな。行くぞ、ヨリ。
勝利。貴殿あってこそだ。冴えた剣だったぞ。やるか。